連勝を目論む格闘探偵団バトラーズからの第二の刺客カール・マレンコ。プライド4でマルコ・パスを破り一躍時の人となったアレキサンダー・大塚に続き、実力派インディープロレスバトラーズが自信を持って送り込む技巧派ですが、アメリカマレンコ道場仕込みのサブミッションテクニックで再びバトラーズ旋風を巻き起こすか。イーゲン・井上 VS カール・マレンコ。ただいまより第1試合10分2ラウンドを行います。青コーナー175センチ、85キロ、イーゲン・井上。2度目のプライド百戦錬磨の休日か、イーゲン・井上。赤コーナー180センチ、95キロ、カール・マレンコ。格闘探偵団バトラーズから、これがプライド初参戦、カール・マレンコです。さあ谷川さん、はい、いよいよプライド6の幕が切って落とされました。そうですね、もういきなりこれはですね、プロレスラー対柔術家っていうかですね、まあ、ある意味じゃ本当に高田ヒクソン戦じゃないですけど、はい、究極の対決ですよね、このバールキューブの中で。さあ注目の試合開始のゴングが間もなく鳴り響きます。ゴー。カール・マレンコ対イーゲン・井上の一戦です。あのカール・マレンコ選手はですね、はい、このシュートファイトっていうかですね、まあ、あのバールキューブの試合をですね、はい、4試合ぐらい経験してますから、これ初めてじゃないんですよね、で本人はそっちの戦いも本当に好きでですね、はい、まあ、あのプロレスラーとしても頑張ったいけど、こういう試合もやりたいと、バルトゥーの試合もやりたいと言ってますから、はい、あのやると思いますよ僕は。そのマレンコの方がどうですか谷川さん、積極的に、そうですね、立ち上がりタックル仕掛けて、あー右の膝、膝綺麗になりましたね。イーゲン井上の右の膝、しかし谷川さん、戦う相手がこのイーゲン井上ですからね、もうやっぱり柔術ではですね、はい、あの弟の遠征井上って言ったら日本で有名なんですが、以上と言われてますから、実際にね、まあ、マチャド柔術の茶帯を持っているですね、まあ、遠征よりも実績は柔術では上ですしね、はい、まあ、総合格闘技界でヘビー級の目玉が遠征井上なら、このライトヘビークラスの目玉はイーゲン井上。そうですね、でまた井上ブラザーズって本当性格的にもすごく熱くていいんですよね、立ち上がりはまずはこれは接近戦、先にテイクダウンを取ろうかという両者の攻防。やっぱり何でしたカール・マレンコ選手のですね、力が強いから、はい、ちょっとイーゲン選手が倒せないですね。ああそうですか、まあ、確かにあのイーゲン井上もね、プロレスラーと戦うときに気をつけなければいけないのはスタミナと力であると、そんな話をしておりましたが、ただ細かい今の膝蹴りパンチはやっぱりイーゲン選手はうまいですね、まあ、逆にマレンコ選手がよく耐えてますよね。ああそうですか、ひるまないというかですね、これはやっぱプロレス魂というか、まあ、本人もあの自分の最大の武器はファイティングスピリットであると、絶対に後ろには下がりませんよと話していました。いい選手ですよね。これがプライド初参戦です、カール・マレンコ。そしてあの谷川さん、格闘探偵団バトラーズといえばね、プライド4ですか、そうですね、あのアレクサンダー大塚があのマルコ・ファスから大金星という、それが大きな記憶となっておりますが、もう2人とも仲良くてですね、もうアレクセンスの自宅でですね、はい、そのビデオを見ながらですね、本当に2人で喜んでたらしいですよね。そんな話をしてましたね、で今日も海外に今アレクサンダー選手あの遠征に行ってるんですが、はい、まあ、本当に気になってですね、もう結果が終わったらすぐにも連絡で取り合うというような感じでしたけどね。あ、なるほど、果たしてカール・マレンコはそのアレクサンダー大塚に白星を報告できるのか、 それともイーゲン井上がこれが2戦目のプライドのリング、2大会連続の勝ち星を挙げることができるのか。マレンコ選手がタックルに行こうとしてるんですが、しかしこれ谷川さん、フロントチョーク、イーゲン井上も狙いませんか。そう、ちょっと体勢が悪いですね。ただマレンコ選手がもう本当にパワーでタックルしようとしているところを、はい、イーゲン選手がなんか倒れないように、しのいでるところですね、はい、まあ、チョークを決めるまでというよりもどっちか言えばガブって、耐えてるという力づくで、ここはカール・マレンコが対処に行く、まあ、イーゲンもそのパワーには気をつけなければいけませんと試合前語っていたんですが、その通りここはカール・マレンコが力づくでイーゲン井上をねじ倒しました。しかしここはディフェンスのポジションを取ります。ただイーゲン選手は冷静ですね。そうですね、まだ表情にも余裕がありますね。むしろあのカール・マレンコの方がシャニムニと言いますかね、かなり力を使っていると思うんですよ、はい、これが後半スタミナになってどういうふうに現れるかですね、さあテイクダウンまではいきました。あとはこれがマウント取れるかカール・マレンコ。まあ、上になっているのはマレンコ選手なんですが、はい、決してまあいい姿勢ではないです、体勢ではないので、
逆に言うとああいうふうにイーゲン選手からコツコツ当てられる、はい、そういう感じなんですか。カール・マレンコも一瞬の隙がありますと、なんといってもこのイーゲン井上が相手ですから、その一瞬の隙があっという間に致命的なダメージにつながっていきます。ロープキー、あーっと左のフック、ショートフック、至近距離から入ります。カール・マレンコ、マレンコ選手いいですよね、あのイーゲン選手相手ですね、はい、これほどの本当にやっぱりテクニックも持ってるし、ファイティングスピリットがいいですよね。これでまたあのイーゲン井上を下すということになれば、あのバトラーズはアレクサンダー大塚に続いてということになりますからね。そうですね、あのイーゲン選手はですね、もうアレック選手が本当に若手の頃なんですが、はい、あ右のフック、まだあのレスラーとして、まあ、本当にデビューしたての頃に、はい、あのトーナメントオブ J というアマチュアのですね、研修会が開いている充実の大会なんですが、そこで、あのイーゲン選手とアレック選手は戦ってるんですよね、はい、でまあ、その新人だったアレック選手は、まあ、いい勝負したんですが、イーゲン選手負けてるので、はい、そういう意味ではあの、ま、バトラーズとしてはある意味じゃリベンジですよね、はい。まあ、そのあたり そのイーゲンの情報をカール・マレンコ、アレクサンダー大塚からもちろん聞いてるよと話しておりました、はい。まあ、その秘策については語ってくれなかったんですが、そしてイーゲンの方も当然自分の情報が漏れているのは覚悟の上さと話しておりました、ね。またあのシュートファイトっていうかですね、はい、アメリカの方でカール・マレンコ選手は充実の選手とも戦ってるんですよね、だからこれが充実の選手と戦うのは初めてじゃないですから、はい、そういう意味ではまあ戦い方も分かってると思いますし、しかしバーリー・トゥードはカール・マレンコは97年以来ですから2年ぶりですか。2年ぶりですね、それからはもうずっとバトラーズのリングを中心にプロレスのリングで戦ってますからね、はい、2年ぶりのそのバーリー・トゥードのリングで果たしてこの百戦錬磨の猛者イーゲン・井上から白星を挙げることができるのか。10分2ラウンドで争われています。ちょっと膠着してますね。これはどうでしょう、カール・マレンコが谷川さん攻めあぐんでいるという状況なんでしょうか。あのイーゲン選手がやっぱりガードポジションをしっかり取ってるんですよね、やっぱりお腹に、足巻いてますし、はい、そして一瞬できたその隙を勝ちにつなげていくイーゲンのテクニック、イーゲン選手は完全に下から攻めようという感じなんですが、はい、マレンコ選手はもうちょっと空間を空けてパンチ狙いたいところなんですけど、密着してますね今ね、あんまり空けすぎると逆に言うと、さあここはパンチに出てきた、いいですね、いいですね、ここはもう論理を無視して力づくでパンチに出ていったカール・マレンコですが、だからこういうふうに下からも打てますから、はい、上に上がっているカール・マレンコ選手も慎重に戦ってますよね、第1ラウンドこのままの状態がだいぶ長いこと続いています。やっぱり実力拮抗しますよね、アクション先にじれるのはどちらなのか。試合は第1ラウンド、まあ、そしてイーゲン井上といえば谷川さんね、今年の2月ですか、あのヘンゾグレイシーは判定で下しましたね、やっぱりそれも、道具が来てなかったんですが、はい、グランドだけの試合で勝ってますから、はい、そういう意味では本当にイーゲンの寝技の実力っていうのはすごいですよね、そして上り調子ということが言えますよね、はい、ただでさえこのテクニックに長けているイーゲン井上が、まあ、戦績も追いついてきて、そしてグレイシーと名のつく男を下して、はい、そしてこのプライドリングに上がっています。ちょっと足今イーゲン選手が狙いに来ましたね。調子は絶好調のイーゲン井上、はい、そのイーゲンを倒せるかプロレスラーのカール・マレンコ、まあ、プロレスラーが総合格闘技の壁にぶつかってこうかなり厳しいコメントもねファンの間から飛んだりしておりますが、そのあたりの情勢を打ち砕くことができるのか。この状態が長いこと続いています。残り3分第1ラウンド、イーゲン選手は本当にエンセン選手のお兄さんということなんですが、まあ、普段はハワイで、自分の格闘技の道場で教えているっていうのが本職なんですよね、でまあ、ラケットボールの世界チャンピオンになったことがあって、そうなんですよね、非常に運動神経のいい選手なんですけども、アクション、まあ、イーゲン選手は日本語喋れないんですけどね、そういう意味では、エンセンの方はね、はい、ペラペラですけど、ね、非常にユーモアのある、はい、日本語も口にしてくれますが、はい、さあしかしイーゲンのその足胴回りへの締め付けがだいぶ厳しいんでしょうか。カール・マレンコの上半身もだいぶ赤みを帯びてまいりました。下からイーゲン井上コツコツと小さなパンチを当ててそのカール・マレンコとの距離を空けようとしています。あこの右の膝失礼かかとこれが落ちてくる。そうですね、これもまあ結構細かく結構効いてくるんですよね。でなんかやっぱりリング上が暑そうですね。あそうですね、もう2人ともすごい汗ですね、はい、今日まあただでも本当に暑いんですが、リング上はですねもうライトの関係もあってかなりスタミナ消耗するんじゃないかなという気がしますね。梅雨の晴れ間となりました今日のプライド6の舞台、横浜アリーナ7メートル四方のこの白い四角いリング、その第一試合カール・マレンコとイーゲン井上膠着状態が続いています。カール・マレンコが攻めあぐんでいるのか、
ここは勝負に出るか。第1ラウンド時間がなくなっていきます。しかしこの両者の体に光る汗を見ていても、ただ密着しているだけではないですね、谷川さん ね、2人にしか分からないその細かな攻防がおそらくあるんでしょうが、まあ、今のところ本当に互角ですね。だけどあの、はい、下になっているのはイーゲン選手なんですが、細かいパンチはやっぱりイーゲン選手がうまいですよ ね。ただ時折、ね、マレンコ選手が我慢しているかなと思ったら、はい、打ってきますからね、あるいはそのイーゲンの呼吸を読んでるんでしょうか、はい、さあ第1ラウンド残り1分ということになりました。ここまで9分間を戦い抜いてきています両選手。プライド初出場の格闘探偵団バトラーズプロレスラーのカール・マレンコ、これが2度目のプライド参戦のイーゲン井上。イーゲンの口が少し開いてまいりました。やはりややスタミナも厳しいものがあるのか、これだけ密着の状態が続いています。カール・マレンコが仕掛けに行く。汗の出が激しいですね、まあ、カール・マレンコとしても迂闊なことはできないという意識があるんでしょうが、はい、なかなかイーゲンのディフェンスを崩すことができれません。ロープ際カール・マレンコが上になっている状態。いやちゃんとイーゲン選手が両手ブロックしてるんですよね、さあ決めに行くか、あるいは右の腕から三角締めに行こうかというイーゲン上の体勢、どん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 あの状態がイーゲン選手が上の方に来ると有利ですよね、まあ、しかしカール・マレンコもそのバーリートゥードなかなかの動きありますよ ね、 そうですね、もう研究しますよね。さあ両者拮抗した実力、第1ラウンドが終了しました。このプライド6の公式戦は10分の2ラウンドで争われています。横浜アリーナの第1試合、はい、カール・マレンコ選手には本当にバトラーさんですね、石川社長から、はい、自らがセコンド、立ってですね、はい、向こうは遠征井上選手が立ってて、こういう対決が見られるのは本当プライドならではの面白さですね。この辺りのバックグラウンドも面白いですよね。さあその第1ラウンドの攻防はこのカール・マレンコが上になってイーゲン井上を攻めていくという状態が試合の大半を占めました、はい、そうですね。だから瞬間的なのはカール・マレンコ選手いいんですが、全般を通してのコツコツ当てるのはイーゲン選手の方が手数多かったですよね。なるほど。その辺は非常に判定難しいと思います、まあ、この試合判定に持ち込まれた時はポイント制ではなくてどちらがそのラウンド有利であったか、はい、マストシステムが採用されております。第1ラウンドが終了して果たして両者の手応えは一体どのようなものなのか。両者の背後カール・マレンコの方にはプロレスラーとしてのメンツ、はい、格闘探偵団バトラーズが後ろに控えています。そしてこのイーゲン井上の方はその後ろには弟であります遠征井上、すごいチームだなといった ね、 そうですね感じもしますが、まあ、こういうチーム対抗戦というかですね、はい、そういうふうに見るとやっぱり戦い方も全然違うふうに見えますからね、特にもう井上ブラザーズ熱いんですよね。そうですよ ね、 もう時々乱闘やりますからね、はい、まあ、この異種格闘技の交流というのがプライドの一つの大きな魅力となっておりますが、まあ、かつてはこの種目が違うとね、はい、決して触れてはいけないようなそんな風潮もあった格闘技界ですが、それが解き離れてこのプライド6、その第1試合カール・マレンコとイーゲン井上、第2ラウンドのゴンが鳴りました。イーゲン井上対初出場のカール・マレンコ。さあ1ラウンドのスタミナがどっちが効いてるかですよね、もう一度谷川さん1ラウンド振り返ると両者はどんな風に現在胸中感じてるんでしょうかね。やっぱり、イーゲン選手は思ったよりやっぱり重たいし力あるなって思ってると思うんですよね、でカール・マレンコ選手の方は細かいやつに気をつけなきゃと思ってると思うんですね。なるほど。下から叩いてきたりこういう状態で膝蹴りとかいいのもらいましたからね、やっぱりうまいなと、イーゲン井上っていうのはうまいなと思ってると思うんですよ。先方としては谷川さん、カール・マレンコはその第1ラウンドのようなある意味こう力ずくでといった、はい、そういう格好でいいんでしょうか。というか、まあ、マレンコ選手自体は、はい、本当に性格今見てもそうですけど、そうですけど強いですから、とにかくもう攻めるだけ攻めてやろうと、で、まあ、決めれたら決めるつもりなんですが、まあ、判定勝ちでも何でもいいからとにかく自分の方が積極的に攻めようというのがマレンコ選手だと思うんですよね、一方イーゲンの方はこれからどういう展開を見せればいいんでしょう。イーゲン選手の方は本当に慎重に、はい、行きたいところです、ここはイーゲンが倒したんでしょうか。いやイーゲンが倒れたんですね。カール・マレンコが、あるいは倒していったのか、テイクダウンさせましたね。コーナーポストを背負っているのはイーゲン井上です。
また第1ラウンドと同じような状況になりましたが、ここからもう一歩カールマレンコがどこから踏み込めるか。そうですね、まあ、カールマレンコ選手がもうちょっと動けると、はい、ここから展開もあれになってきますけどね。遠征井上がリングサイドを見つめています。兄の戦いぶりを見つめる遠征井上。レフリーがこれは膠着状態と判断しました。この状態のままポジションが移動されます。ドントムーブといって、同じ姿勢なんですが、はい、ロープギアなんでちょっと中央に戻して戦おうと思って。さあここから試合がリスタート。カールマレンコは果たしていいゲン井上、勝利の突破口をどこに見つけていくのか。やはりどうでしょうね、カールマレンコもグラウンドで展開したいんですか。いや、そうですね、本当は上になって叩きたいでしょうね、はい、まずそれが一番でしょうね、カールマレンコ選手の作戦としては、はい、ここまでバトラーズ のプロレスの戦い方というのは出てませんよね、カールマレンコは ね、まあ、だけど本当プロレスラースピリットじゃないですけども、はい、ここから上からガツンガツンいこうかなっていうのがカールマレンコ選手の戦い方でしょうね、はい、あっとカールマレンコは一気にポジションを変えようかといった体勢、パスガードしようとしましたね、はい、ここまで緊張で、しかしいいゲ井上が下から三角締めに行こうかという体勢、逆にカールマレンコがピンチの体勢になりました。カールマレンコの左肩、左腕が捕まっています。三角締め危ないですね。いいゲ井上が三角締めに入れそうな格好、カールマレンコこれは危ない、上になっているカールマレンコの方が危ない状況に追い込まれています。いいゲ井選手もよかったですね、今入れるのが。さあいいゲ井上が徐々に徐々に危ない、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 汗が幸いしたのか、イーゲンの三角締めがほどけた。あ、うまいですね、だけど密着するのは今のイーゲン選手うまかったですね。横浜アリーナから歓声が沸き起こります。まあ、これまで両者のグラウンドの攻防に固唾を飲んで見守っていたという感じの感覚だったんですが、はい、いやこれまでの本当に展開を見ると、やっぱり技はイーゲン選手の上なんですが、はい、スピリットとか、行きますね、スピリットとかやっぱり力の部分では、カールマレンコ選手は強いですね。そうですね、そうしますとイーゲンの技対カールマレンコの力、力、それともやっぱりスピリットですよね、はい、力とそして精神がイーゲン井上のテクニックを上回るのか。カールマレンコ先ほどは危ないシーンがありました。いや、あれもよく抜けましたね、力抜けましたけどね、汗をかいていなければもしやという感じがしましたけど、まあ、イーゲン井上はこの柔術の選手ですから、谷川さん、柔術というのはこう負けないということが一つのね。そうですね、まず自分の身を守るということで、はい、やっぱり下になってからの攻撃というのは柔術家ってすごい上手いんですよね、耐えて耐えて耐えて、そして出てきた隙を将棋に見つける、つなげると、これが柔術の戦い方になりますが、さあ両者の動きが激しくなった。パスガードに行こうといった体勢だったんでしょうか。カールマレンコ一瞬スタンディングの格好になりましたが、再びこの体勢、イーゲン上手かったですね。今決して相手に有利なポジションは取らせません、イーゲン井上。カールマレンコもここからサイドポジション、あるいはマウントといったポジションは決してまだこの試合奪うことができておりません。この試合大きく動いたのは先ほどの第2ラウンドの出だし、おっと右のショートフック、イーゲン井上が下から狙ったカールマレンコへの左肩への三角締め。さあ行きますよ、マレンコが、マレンコが仕掛けるか、狙ってますね。でイーゲン選手はもう当然分かってますから、はい、中腰の体勢、マレンコが徐々に徐々にしびれを切らしてきたのか。しかし右腕2つの体勢を取ると、また先ほどの三角締めあるいは十字固めがカールマレンコを襲います。何しろ相手は百戦錬磨の猛者イーゲン井上。谷川さん、カールマレンコの胸中としても、ね、思ったよりやっぱりうまいなといったところなんでしょうか。カールマレンコ選手はやっぱり うまいなと思ってると思うんですよね、イーゲン選手のことを、はい。まあ、イーゲン井上はこのプライドシリーズ定期的な参戦を表明しておりますが、はい、ホイス・グレイシーとやりたいんだと、うん、そう言ってましたね、そんな話をしてました、まあ、それまでにはこう是が非でも負けるわけにはいかない、はい、経験を積まなければいけない、そんな話をしておりましたが、まあ、やっぱり下から、イーゲン選手がですね、はい、コントロールしてるかっていうか、あ、また三角締めいきましたね、手とかですね、はい、ブロックしてるから、あ、パンツとかなんかもうまくディフェンスしてるんで、なかなか、思ったようにいけないんですよね、はい、カールマレンコ選手は、まあ、この画面だけ見るとどうしてもカールマレンコが上になってますから、カールマレンコは有利な体勢が続いているのかなといった感じもしますが、はい、決してそうではないんですよね。そうですね、まあ、本当に五分と言ってもいいですし、はい、イーゲン井上が右のかかとを落としていって、このカールマレンコを嫌いますが、
さあ突破口はどこにあるのか、両選手試合は第2ラウンドに突入しています。イーゲン井上、決してその表情変わることはありませんが、パンチのディフェンスもうまいですね。はい、その運動神経がいいんでしょうね。はい、この物事の変化に対する反応の速さ、イーゲン井上、これは本当にジャッジも難しいですね。そうですね、さあ踏み込んでこようというカール・マレンコですが、イーゲン井上もそのあたりは十分に承知しています。試合は長期戦に突入しています。まあ、カール・マレンコはプロレスラーとしてのメンツをかけてこのプライド初参戦を決めました。ちょっと長い戦いになりましたね。まあ本当に予想以上にカール・マレンコ選手が力強いしアグレッシブだし、はい、でカール・マレンコ選手としてはイーゲン選手が本当にうまいんで、はい、なんか攻めまくってますよね、お互いに。しかしイーゲンとしてもここから自分から今度は攻めていかないと勝ちました。おっとカール・マレンコ足を取る、足を取る、左足を取った、アキレス腱が狙えるのか。でもガードポジションを取ってますから、あの右足でちゃんと足を持ってますからね。はい、カール・マレンコが今度はイーゲンの左足を取りましたが、はい、イーゲンもしかし足を取ろうかという体勢、踏み込んでいくカール・マレンコ、それを嫌うイーゲン井上、うまいですね、下からも。ここまで谷川さん、カール・マレンコが思うようにさせてもらえないというのが ね、そのあたりがイーゲン井上のその経験なんでありましょうか。横浜アリーナの観客もこれから一体どういった動きに展開が見られるんだろう、固唾を飲んで見守っています。やっぱり本当に充実の戦いがなると、ある意味じゃ我慢して そこから狙っていくっていうのが多くなるので、はい、あのヒクソンの、ね、グレイシー・ヒューズなんかもこの耐えて耐えてっていう感じがありますもんね。カール・マレンコが踏み込んでいくか。これはまあ本当にバーリトゥードの典型的な一つのパターンです ね。もうちょっと動きが出るといいんですけどね。はい、だからカール・マレンコ、イーゲン選手も下から狙った方がいいと思いますし、はい、カール・マレンコ選手もなんとかね、はい、あのパスガードしたいところだと思うんですけど、右のフック相手を牽制します。カール・マレンコ仕掛けるのは常にカール・マレンコです。そうですね、でそれを制しているのがイーゲンですね。はい、そしてその仕掛ける間にできた隙を谷川さん、イーゲン選手はコツコツやってますが、今背中が見えているのがこのイーゲン井上選手の弟の遠征井上。さあ残り1分、第2ラウンド勝負に出るか。カール・マレンコプロレスラーのメンツをかけてイーゲン井上柔術家を倒せるのか、それともイーゲン井上が2大会連続の白星をここからもぎ取っていくのか。これはだから判定も難しい試合ですよね。積極性で言えばやっぱりカール・マレンコ選手なんですが、はい、あの有効だという意味じゃイーゲン選手も結構当ててますからね。はい、さあコーナー間際の攻防、腕がほどけた、カール・マレンコが踏み込む、捕まえるイーゲン井上、また右肩を狙うというのか。イーゲン井上そのあたりは十二分に承知しています。カール・マレンコパスガードができない、また膠着状態。まあ、かなりイーゲン選手はちょっとスタミナロスしてますね。第2ラウンド時間がなくなっていきます。イーゲンはこの表情ちょっと苦しそうですね。上半身に汗も光っていますが、ここで2ラウンド20分間戦い抜いて決着はつきません。判定に入ります。いやでもカール・マレンコ選手はいいですね、なんかあの、はい、実に堂々としてて、ね、この2ラウンド判定で決着がつかない場合はエキストララウンド5分間が用意されております。その延長戦では必ず判定になったとしても決着がつけられます。さあこの20分間10分2ラウンドの判定決着はつくのか、初参戦プロレスラーのカール・マレンコになるのか、それとも百戦錬磨の柔術家、これが2度目のプライド、イーゲン井上が判定の勝利を引くのか。両者がリング中央に呼び寄せられます。さあ間もなく判定の結果が告げられます。判定の結果をお伝えします。判定ドロー。判定の結果はドローです。20分では決着がつきませんでした。これから後半戦の延長戦に入ります。まあこれは本当に延長でしょうね、どちらも決め手がなかったので、
ただこの延長に関してはもうマストシステムですから、どちらかに上げられますから、本当に積極的な攻撃した方が勝ちですからね。必ず決着がつけられる5分間のエキストララウンド、ここまで20分間戦い抜いてきている両選手、スタミナの消費も相当激しいものがあるでしょう。今イーゲンが軽く左右に首を振りました。あるいはカール・マレンコも初参戦と言いながらなかなかやるなといった手応えなんでしょうか。そのカール・マレンコがこちら、上半身そして顔面に汗が光っています。これ延長はですね、やっぱり本当に試合の運びがうまい方が勝ちですから、そうですね、ある意味じゃあ本当にどう戦うかっていうのはちょっと考えた方がいいですね、はい。そして確認ですが谷川さん、この延長の5分間は判定になったとしても必ずどちらかに上げるというマストシステムということですね。でプライドの場合は点数制じゃないんですよ、はい、もうどちらが積極的に攻めたか、有効に攻めたかっていう、はい、本当に主観的にですね、はい、選手の名前を挙げるっていうことですから、何対何ではないんですよね、はい。さあそれではそのエキストラランド5分間の開始のゴングが間もなくなります。本戦20分、おっと飛び込んでいったのはイーゲン井上、右のフック、それをかわすカール・マレンコ、フロントチョークにいけるか。初めてこの試合イーゲン井上が上になりました。さあ谷川さん、初めてイーゲンが上のポジション、ね、マレンコがたまらなくなって今奇襲戦法をやられて、はい、引き込みましたね、自分で倒れ込んだっていうか、これは谷川さん、イーゲン勝ち狙いに行ってますか。はい、行、はい、ってます行ってます。でここでイーゲン選手が逆に言うと上、マレンコ選手が上になった時は攻めきれなかったんですけど、はい、イーゲン選手どう攻めるかですね、これちょっと分かんないですから、本戦の20分間はカール・マレンコがどうやってイーゲンのディフェンスを崩すか、そういった展開でした。このエキストラランド5分間に突入して初めてイーゲンがオフェンスに回っています。さあイーゲンはこのカール・マレンコ、バトラーズのプロレスラーをどう料理していくのか。カール・マレンコが警戒します。しっかりと足をフック、ガードポジションをきっちり取ってイーゲンに思うような展開をさせまいとするカール・マレンコ。延長戦は5分間、この5分間で必ず決着がつきます。ああ、いい件は、あっとマウントに移行する、ゆっくりとゆっくりと片足抜きましたよ、まるでこう蛇が獲物に絡みついていくように、いい件井上がスルスルスルっとカール・マレンコに対してマウントを取ろうとして、そしてバックマウント取れません取れません取れません、逆にカール・マレンコがスタンディングから打撃の体勢、いい件がディフェンスに回る。カール・マレンコ早かったですね。カール・マレンコがイーゲンのマウントをなんとかなんとか防ぎました。さあスタンディングの展開になる、右のショートアッパー、カール・マレンコ、イーゲンがまたイーゲンが倒される、そしてカール・マレンコはサイドポジションにはいけない、サイドには入れません。惜しかったですね、やはり思うようなポジションは取らせてくれないイーゲン井上。いやだけどカール・マレンコ選手大したもんですね。残り3分、しかし試合は大きく動いています。このイーゲン井上に対してカール・マレンコ、谷川さん、これはもう評価は高まる試合ですよ ね、 ですね。あとは結果を残せるかどうか。場内からはもうこのカール・マレンコプロレスラーに対するその声援の声も飛んでおります。そうですね。さあプロレスラーが柔術家、総合格闘技の壁を越えることができるのか。イーゲン選手にとってはちょっと不利になっちゃいましたね。正常期のトランクスを身につけたカール・マレンコ、上になっている時は、はい、イーゲン選手は自分からコントロール攻めて、はい、指導権を握る。さあ足を取る、左足を取る、左足を取る、しかし腕が取られる、逆に腕を取られる、イーゲンが攻めるか。大丈夫です大丈夫です。目まぐるしい攻防ですが、取った滑りましたね、ちょっと今。これが柔術のテクニック、ね、残り2分、次の展開、ポジションはバーテン、イーゲン井上、今はイーゲン井上選手が有利ですよ。完璧なポジションを取っています、はい、イーゲン井上、残り2分あれば十分な時間、カール・マレンコ絶対絶命のピンチですが、届きました、逃れましたカール・マレンコ、それともイーゲン井上が攻められなかったのか。イーゲン井上選手攻めに対してよく動いてますよね、カール・マレンコ。ちょっとイーゲン選手スタミナがないですね、スタミナがちょっと苦しそうですね。スタンディングになる、プロレスラーの注意しなきゃいけないのは力とスタミナだ、そう語っていたイーゲン井上、
そのプロレスラーの力とスタミナ、そして意地の前にここまでの展開を強いられているイーゲン井上。プライド初参戦のカール・マレンコがイーゲン井上に対して前線しています。これは難しいですね。難しいですね。お互いに意地悪ですけど、絶対的なこうスコアリングポイントを上げた場面というのはないですからね、ここでね。さあ残り1分エキストララウンド、ここまで24分間という長い時間を戦い抜いてきています両選手。カール・マレンコが再びこのイーゲンのディフェンスポジションから上に登ろうという体勢ですが、小さなイーゲンの打撃派、なんかあの積極性はカール・マレンコ選手の上なんですよね。そうですね。で、選手のうまさっていうのはやっぱりイーゲン選手光ってるんですよ、はい、やっぱ本当にうまくコントロールしますからね、これは本当難しい試合ですね。その勝敗がジャッジメントにどう影響してくるか、ここまでの展開、カール・マレンコの積極性が変われるのか、それともイーゲンのこのテクニックのうまさが変われるのか。時間がないですね。時間がありませんね、はい、エキストララウンドの5分間、カール・マレンコが上から狙う、両者残る、あーっとここで試合終了のゴングです。これは難しいな。エキストララウンド5分間を戦い抜いても決着はつきませんでした。これから必ず決着がつけられる判定が下されます。本戦の10分2ラウンド、そして延長戦の5分間、計25分間を戦い抜いて決着がつきませんでした。細かいところ あのパスガードを抜けたところとか、はい、そういうところを審判がどういうふうに見るかですよね、積極的に攻めていったのはカール・マレンコですが、さあ、まあ、これ本当にどれも試合なんですが、どっちかにつかなくてもいいですね。ジャッジ小林、カール・マレンコ選手、まずはカール・マレンコに1人、ジャッジ宮根、カール・マレンコ選手、あっと2人目のカール・マレンコです。ジャッジ1、カール・マレンコ選手、結局判定は3対0、プロレスラーが柔術家を破りました。これはプロレスラーのメンツが総合格闘技の壁を越えました。上になってたっていうことでしょうね、まあ、そのぐらいの差しかなかったですね。カール・マレンコの積極性が判定に変われました。百戦錬磨の柔術家を破ったのは格闘探偵団バトラーズ、プロレスラーのカール・マレンコです。あ、よくやりましたね。カール・マレンコのこの表情、僕の最大の武器はファイティングスピリットである、試合前そう語っていたカール・マレンコ、この試合でも確かに決して逃げることはありませんでした。ここまでなかなか厳しい結果を強いられてきたプロレスラーの総合格闘技界での成績、しかしこのプライド初参戦カール・マレンコ、見事イーゲン井上を判定で下しました。いやだけどイーゲン選手もね、はい、決して負けてはいないんで、これどっちかにつけなきゃいけないということで、まあ、あのジャッジの方の人たちはみんな積極性というかですね、もう本当にあのまさに紙一重というか、ね、紙一重の積極的な意思ってことでしょうね。イーゲン選手が、まあ、制していたわけですが、それをでも本当にやっぱり大したもんですね、はい、カール・マレンコ選手、いい選手ですね。格闘探偵団バトラーズからアレクサンダー大塚に続いて、このカール・マレンコ見事総合格闘技界で白星を飾りました。しかも下した相手はあの百戦錬磨の柔術家イーゲン井上、見事な結果を残してくれましたカール・マレンコ。厳しいコメントが続くプロレス界に対して、このカール・マレンコが見事結果を残してくれました。